안녕하세요 여러분, 始まりました 時めき韓国語の時間です。今回はですね、主軍の太陽5話に出てきたセリフを用意しました。はい、まずですね、動画を一緒に行ってみましょう。じゃあではどうぞ。 그렇죠. 제가 무서워하는 게 뭔지 자꾸 걱정하면서 물어보는데 제가 스토커라고 둘러댔거든요. 그러니까 보디가드 해준다고. 지금 혹시 자랑질이야? 다 사장님 덕분이에요. 출근도 하고 좋은 사람도 만나고. 차 세우세요. 어? 저 좀 더 가도 되는데. 아니, 더 가고 싶지 않아졌어. はい、ご覧になりましたか？はい、わかりました。赤森についてたんですけど、それ自慢かみたいな、それ自慢みたいな感じで使われてる表現があります。それが自慢汁。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  자랑테 자랑질 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 또 이마스 자랑질 자랑질 하이 자랑질 나노데 소지섭가 자랑질이야 또 키키마시다요네 하이 자랑질이야 자랑질이야 뭐 소리 지망 미타나 간지데스 자랑질 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 자랑질이야 자랑질이야? 일단 感じですね. はい、じゃあそれではですね、レイちょっと見てみましょう。うん、あー今日テストさ、また100点取っちゃったよ。もう勉強全然してなかったのに。자랑질이야？あ、夏休みボーナスさ、100万円しかもらえんかったよ。자랑질이야？これ？これめっちゃ安かったよ。50万円。자랑질이야？ はい、こういう感じです。ぜひ使ってみてくださいね。じゃあ今回はここまでです。じゃあ皆さんではさようなら。안녕。